流れる景色が好きだった。冬、雪の舞う町、新しい足跡を残しながら商店街を駆け抜けることが好きだった。春、雪解けの町、木々の幹に残る小さな雪の塊を手ですくい取ることが好きだった。夏、雪の冷たさを忘れた町、傾けた傘の隙間から霞む街並みを眺めることが好きだった。秋、雪の到来を告げる街、見上げた雲から舞い落ちる小さな白い結晶を手のひらで受け止めることが好きだった。そして季節は冬、雪の季節、街が白一色に覆われる季節、流れる景色が好きだった。だけど雪に凍りつく水たまりのように僕の時間は止まっていた。この四角い部屋の中で、季節のない部屋の中で、僕はずっと一人ぼっちだった。繰り返し繰り返し夢の中で同じ風景を眺めながら、明けない夜に身を委ねながら、だけど探し物は見つかった？おはよう、みゆうち。とっくに昼過ぎてるぞ。うん、ちょっと寝坊したよ。ちょっとじゃないだろう。お腹すいたね。ごめんね、もうすぐだから。なあ、ナユキ。なに？なんでもない。ん？何でもないって。何でもなくないよ。最近ちょっと変だよ。いや、俺が変なのは昔からだ。ごまかしてる。ごまかしてないって。もうすぐできるわよ。ナユキ、お皿出してもらえる？あ、うん。あ、ユイチさん、今朝のニュースで言ってたんですけど、知ってますか？え？昔この町に立っていた大きな木のこと。昔その木に登っていた子供が落ちて、同じような事故が起こるといけないからって切られたんですけど、その時に木から落ちた女の子、7年間戻らなかった意識は今朝戻ったって。その女の子の名前が確か。本当にどんなお願いでもいいの？ああ、もちろんだ。本当に本当？本当に本当だ。本当に本当に本当？本当に本当に本当だ。だったら僕のお願いは